こんばんばは、岡田司夫,、えー、夫ゼミですね8月13日の日曜日ですねあのコミケだそうですねで加納姉妹が来て大変な騒ぎになったというのも聞いておりますけれども皆さんはいかがだったでしょうかあのーえー、一番最初のコメントを見てると今日のなんかスーツ着てると当てた人がいるから何で分かったんだろうなと思いまして驚きました。 メルマガとかの予告ではです、ね、あの異世界転生ものをやるぞというふうに <laughs> 言ってたんですけどもすいませんあの取材準備が足りないというかですね あのもうねアニメではもう足りなくなってですね今原作を読んでる最中なんですね「<laughs> ラノベ」を今ですね読みあさってましてですね、えー、ちょっとね真面目にこれね深くやらないとねなんかねひょろって表面だけ慣れた出来になっちゃいそうなんでですねちょっと「ラノベ」をですねある程度の関数をですね読んでからやらせてくださいっていや本やにあのに「数が多すぎ」て書いたのも,も本当にその通りで。 何だろうなあの漫画とか含めてこんなに、ね、数があると思わなかったんでねこれだったらまだ、あのー、なんだろうなもう別の企画やっといた方が良かったなと思ってでまああのフェイスブックのですね僕の,あのページのコメントでですね「えー、中世ヨーロッパ風ファンタジーには胃もたれ気味です異世界転生ものって今風の浄土信仰なんですか?」っていうのがあってですね「あ今風の浄土信仰って面白い」。わゆる。 なんだろうなあの末法のように流行ったですね えー、なんだろうなこの世で幸せになるのを諦めてあの世でですね、えー、行けばいいことがあるに違いないというそういうなんか信仰なんですけどもですね <laughs> いやなんかね引きこもりっていうのは21世紀の絵じゃないかなというふうに言えるのかなと思ってこれはこれで真面目に評論書いたり研究書いたのしたりしたら面白いネタになりそうな気がしますけれどもまあそこまでのですねなんか、えー、現代の浄土方信仰なのかとまで言うつもりはないんでですねちょっと。 もうちょっとあの分析したりしたいと思います。あと、あのスパイダーマンですね。あの見てきました。ホームカミングあのね。結論から言うとね。めちゃくちゃいいですよ。あの。予告編見たらね。ちょっとね。舐めてる感じだったんですよね。予告編見てなんだろうな。あの軽い感じのマーベル映画かと思ったらですね。あのピーターパーカーという。 中学生の青春物語。まだ14歳で映画の中で15歳になるんですけどもなんかそれの青春物語が中心であって普通ですねあのアクションヒーローものっていうのはアクションヒーローになってからの方が大事なんですけどもこれの場合はですねアクションヒーローでない時の時間ピーター・パーカーの時間をなんだろうな中心で書いてるからすごい面白かったんですよね。 ヒーローもノに限らずヒーローもノってまあ当たり前だけどもう主役の俳優さんが変わるじゃないですかもう一番典型なの的なのバットマンねバットマンってもうマイケル・キートンから始めてというかまあまあもっと前のテレビシリーズがあるんだけどもマイケル・キートンから始めてで主役の俳優さんが変わるたびに あの昔話やるでしょなんかこうお父さんとお母さんが殺されてお母さんの心情ネックレスが床にバラバラバラと地面に落ちてっていうのもう一回見せられるじゃんもうあれね散々ね嫌になって飽きててで今回もそれやるのかなと今回の「ピーター・パーカー」で。 なんでスパイダーマンになったんでしょうかというのをやるのかと思ったら、もう本当に何もやらずに <laughs> あのなんだろうどうやってスパイダーマンになったの雲に噛まれてみたいな <laughs> 世間話で済ませちゃってそこがねなんかあの良かったです。あとはねあの太っちょのですね親友のネッドという友達がいるけど、あいつめちゃくちゃよくて今までのその ヒーローロもののサイドキックっていうんだけどもつまり横にいる相棒みたいな引き立て役の中で一番ね魅力的でね役に立ってあこいつこれからも出てほしいわって思えるやつが初めて出たから、まあ、びっくりしましたあの予告編でも出てくるですねフェリーがあのでっかい船が2つに割れてそれをスパイダーマンがガーッて頑張ってるシーンあるじゃないですかあれあのなんだっけミニチュア作ったんだってねそれもねあのなんだか4分の1スケール。 かなり巨大なフェリーの4分の1スケールのミニチュアだからどれぐらいかっていうとですね全長30メートルのミニチュア作ってそれが真ん中から本当にバカッと割れるんだって。 真ん中からバカッとなんだろうなあの油圧エンジンで割れるミニチュアを作ってそこに本当に水とかガンガン入れて4分のスケールのフェリーだから自動車いっぱい詰めて中からゴロ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 落ちるようにしてスパイダーマンのやってるピーター・パーカーやってる俳優さんがさ、あのー、なんだろう体操をやってたりあとバルクールやってたりしてすごい体が動くんだよね。ななのので、で。スタンンントマンなしのアクションでその 3 0ルのミニチュアの上でスパイダーアクションを本当にやってそれをカメラで一発撮りした絵がある。それが結構ね決まってて、まあ、もちろん他にも実物大のセットとかも作って一緒に撮ったからあの辺りの、ね、シーンのなんか船が割れて中の自動車がうわーっと落ちてきてでその中をスパイダーマンが飛んでるというシーンは本当にね見応えがあったけどもでも僕的にやっぱりね見応えが本当にあったのはその「ピーター・パーカー」の。 だろうね、あの恋愛がうまくいくんだろうかとかあと友達にスパイダーマンということがバレたらどうしようとかあとアイアンマンおじさんにしょっちゅう連絡を取るんだけど全部断られるとか,なんかそういういい悲しい話がめちゃくちゃ面白かったですホームドラマ風いやホームドラマ風っていうよりはねんだろうな本当に青春映画みたいな感じだったけどね。 えー、今日のお品書きはですね、えー、あの捨てられない T シャツコーナーやってですね、まあ、あとは「シン・ゴジラ」公開1周年記念もう早いね「シン・ゴジラ」公開してもう 1, 周年あの1年経ったんだけどもそれで2つの元ネタという,ふうなことで「雅美美美樹の『孔人と『クレヨンしんちゃん』をちょっと取り上げようと思いますあとは英語でオタクコーナーですね「メアリーと魔女の森」はなんでだめなのかっていうのを話すのとあと初級科学講座として「 『ガンダムオリジン5』の予告が11分のやつがこれがもう公開されてるから11分の,の予告編の中であの、まあ、どういうふうな部分を、まあ、こうサイエンス的に見るのかっていうのを、まあ、例えばその今だったら北朝鮮がミサイル発射してる映像を見てよくあのなんだろうなあの軍事評論家の人がいろいろ言ってるんだけどあれはどういう根拠で喋ってるのかっていうのもわ、まあ、かるように話してみたいと思います。えーそれではですね あ、その前にちょっと世間話ね。あのー、もうもうみんなにとっては当たり前のことなのかもわかんないけど、俺はまあ割と最近もうデジタルに弱いような気がしてきてて、<laughs> YouTube なんてさ本当に見ないもんで、この間教えてもらってやっと最近ですね、あの145キロの YouTuber のやつがいて、で、そいつが、えー、っと、なんだろうな、 もう、145キロの体重というのを売りにしてるから145キロな150キロだけど何とかしてみたとかこれ食ってみたとか150キロでこんなのやってみたっていうのを延々こうんだろう毎日毎日アップしてるようなやつがいるんだけれどそれ見たらなん,な,なんかねあの これで商売になるんだと思って。そいつがね、なんかあの、登録者数が70万人以上いて、でもそいつのネタはもう、唯一自分の体が太っててでかいっていうだけなんで、で、77万人いるから、まあ多分、なんだろうな、月収が4、500万ぐらいあると思うんだけども、結構でかい家に住んで、で、 またここがね、絶妙にね、ちょうどいい感じに、かわいいかかわいくないかわかんないぐらいの彼女がいて <laughs> で、その可愛いかかわいくないかわかんないぐらいの彼女が、えー、撮影してくれて、編集してくれて、自分の YouTube というのを延々発表してるんだよ <laughs>。で、あのー、なんかね、出来がね、あんまり、あ、そう、京一郎だ、そうそうそう、ありがとう、京一郎ってやつね <laughs> あの。で、京一郎ってやつの映像がね、まあ、 内容が本当にないの。例えばあの新しいマクドナルドのハンバーガー食べてみたら食べて言うんだけどもなんかね一応グルメっぽいこと言うんだけどマクドナルドのハンバーガーだからグルメもクソもないんだよなでそれをなんか喋ってるだけなんだけども彼女の方が動画編集してるらしいんだよねで彼女の方が動画編集してるから時々彼女を入れ替わって彼女が喋るときがあるんだそっちの方の動画はめちゃくちゃ凝ってるんだよで今日一郎の方の動画は割とね編集がね投げやり <laughs> なんかなかなかいいもん見たなと思ってますよ70万登録あるのなんか納得できるよなと面白いなと思ったえー、捨てられるないやもうなんかね腐れみたいだから捨てられないんじゃないのかな <laughs> ってことでですね「シン・ゴジラ」一周年企画ごめんね話がずられちゃいましたえっ、ー、とですねまずえ人、ー 荒神と書いて、公人と呼びます。えー、宮部みゆきの小説ですね。効果 <laughs>、えー。これね、実はね、朝日新聞に連載していた新聞連載小説なんだよね。新聞連載小説って難しくて、本当に、一日に毎日、毎日、単行本で言うと、一、まあ、見開き半ぐらいの分量しか載せれなくて、その中で、ある程度面白くなきゃいけないという。なんかね、それを一年やってると、連載していたのが、2013年から2014年の春までなんだよね。 でえー、めちゃくちゃ面白い関ヶ原の、ね、合戦から、ね、ちょうど100年後ぐらいの話で,で東北の方の、えー、2つの藩がある一つは長津の藩といって,言ってもう一つは、ね、加山と書いて多分、高山藩と読むと思うんだけども長津の藩と高山藩というのがあるでこの2つの藩がもともとは1つの国だったのが2つに、まあ、なんか内紛があって分かれてで関ヶ原の戦いで片一方がだろうな西軍を裏切って 一応、戸様なんだけども、えー、家康様の覚えめでたく藩としてなんか認められたみたいな感じで,で2つの藩で仲が悪いとでこのめちゃな仲が悪いこの間にな,なっているんだろうな国境の村が一夜にして消えてしまったっていうのが物語の発端。であのー、じゃ両方の藩、ね、ともねその村の人が消えたというのはね最初初初動捜査っていうのかな。 ん、ね、なかなかでかっていうとこの、えー、長津藩と高山藩というのは両方が仲悪いもんで,でおまけにあの高山藩の方は藩主がなかなか立派な人でで神殿開発っていって畑をどん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 増やしていったで山をどん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 畑にしていくから小さい藩ながらもだんだん財政状況が良くなっていくところがそれに対してもう一つの長津藩というのは。 高山藩より大きい国なんだけどもで昔は金が出たからそこそこ潤ってたもんでその金が出たから何も植産してなかった植産つまり産業を起こしてなかったんだよね。であのー、今更、えー、なんだろうな海藕、えー、の養殖を始めて絹を売ろうとしてるんだけども,もうこの間までね金山から金が出てたもんだからな,んなかなかね、あのー、武士の心もそっち行かない。でおまけに ただでさえ米が食べるギリギリしか取れないのに、蚕をかえ、桑の畑作れって言ったら、その田畑っというか畑を、あの、田んぼを潰していくじゃん。そうすると百姓がすごい氾濫するのね。そんなことをやって、桑を育てて、蚕を買って、糸取れて、糸から絹作って、 で金の織物を作って都へ持って行って売れて金が入るのは一体どんだけ先だとその間私たちは売れて我慢しなきゃいけないのかっていうふうになっているんでですねなんかその長津の藩の方から人,人が散り散りに逃げようとしてるで国境っていうところで防衛線が引かれて一切逃がすなっていうふうなことなんだけども追いかけられてなんかこうベルリンの壁状態になってるんだよね。その間で村が一つ消えちゃったもんだからまあ両方とも相手を疑う疑うと。 でそこで出てくる怪獣正体不明の怪獣がねすげえんだよこれがあの「シン・ゴジラ」のこれ元ネタっていうふうに言ったのは一番最初に出てきたのはトカゲみたいなガマみたいな小説だからいろいろ抽象的な方出てくるんだよねトカゲみたいなガマみたいな怪獣でおそらく十メートルぐらいなんだで本当に姿が分かんない。 色を自由にだよら、ね、なのでなんだろうな最初は夜現れるんだけど昼に現れる時がなんかね竹林がザワ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 と音がして見たら竹林の遠くから竹がうわーっと2つに分かれていくの。であれはなんだ あの竹ののの竹下にどんんな大きいものがいいもがが、るんだっていうのがでも目を凝らしても見えないんでよく見えないで当たり前だよね保護色みたいな形になっているからでその竹林の中から出てきた怪獣がというのがその巨大なトカゲみたいな状態で,でそれが人を襲って人を食うとなんかすごいあのね宮部みゆきの出力いわゆる小説を書く力って多分ね日本で一番うまいんだよね。日本本一の作家が本気で怪獣。 映画といいうか、か怪獣小説を書いちゃったもんだからで。おまけに本人もこれはもう映画化できないだろうという感じですごいの書いちゃったでそいつがさそのトカゲ型の怪獣が高速移動するときものすごい速く動くんだであの足でどうやって速く動くんだろうって見てたら手足をこの引っ込めて蛇状の体になってズルズルずるっと滑っていって谷底へ滑り降りるところがあってもう。 どう見ても、鎌田くんなんだよな <laughs> あ。ハハくんこれか <laughs> っていうイメージ元がねだからすごいあのあとねえー、っともう本当にね口からね胃液みたいなものは吐くしねあとあの体の内側を攻撃されてでついにねな、あのー。 胴が太くなってで下半身が強くなって二本足立ちするのがねゴジラのね口から霧状の可燃物をファッと吹いたら周りがグレンの炎でブワーッてやってで長津藩が領民を逃さないように作ってる砦が焼けどんどん焼け落ちていきながら怪獣と戦うってまた戦国武士が結構怪獣といい試合やるんだよ。 シン・ゴジラの元ネタなんだ <laughs> これはね時期的に考えてもどう考えても元ネタなんだけども超えてる部分優れてる部分っていうのはなぜ出現したのかなんでこんな怪獣出現したのかとかあと登場人物の関わり合いっていうのをちゃんと書いてるあのね怪獣映画って本当に難しいんだよ。「シン・ゴジラ」もやっぱできなかったんだけども登場してる怪獣とその中に出てくる人物とはサイズの差があるしあとね あの怪獣の方に人格があっちゃダメじゃじん。そうすると非唱化されてしまうからつまり怪獣の方は人類とか文明に対してなんとなく無関心な感じで歩いてないと怖くならないんだよなところが映画を作る時はこの登場人物特に主人公と怪獣との間に何か感情的な関わりがないとお話にならないとそこら辺すごくうまく処理してるのが多分その「潮と虎の,の白面のもの」っていう まあ、ラスト5巻で大暴れするあの大怪獣がいるんだけどもさあれがギリギリその,主人,あの人格を持っている大怪獣っていうの形でやってるんだよね。で、あのー、そういうふうなものをこの「孔陣」の中では、えーとね、怪獣は相変わらず人間性というか。 あの人格を持ってないんだけども登場人物の関わり合いというのはちゃんと作っててでそれぞれの人間が怖いとか食われるだけではなくて、あのー、お話の中ででド,ドラマととしててちゃんと成立できるる。ようになってるで逆に言うと映画として作る時っていうのはこういう怪獣と登場人物の関係性ドラマっていうのは全部捨てちゃわないとね成立しないから「シン・ゴジラ」のドラマ全部捨てるっていうのは、まあ、素晴らしい大英断だったと思うんだけども。 当人はそれの逆でとことんドラマで作ったらどういうふうになるのかそれを女性作家がものすごいリアリティで描いたらどうなるのかでこの「NHK ドラマ化決定」って書いてあるけどさもうねキャスト見てるだけでわずか100分のねなんだろう特番みたいなやつだってこれもダメだなと思ってであとね最後にね樋口伸二が解説書いてるんで樋口のしちゃんが解説書いてて。 俺あの、樋口信司解説って書いて,る書いてあると見ておこれはすごいと思ったんだっていうのは <coughs> なんか映画なりねドラマなりを樋口真司がやるんだったら面白いだろうと思ってたんだけどまあ実は違ったんだけどところがね解説読んだらねなんかねもうそれもあんまりあ樋口新司がやっても駄目だと思うようになったんだけどなん <laughs> でかっていうとあのー。 解説と言いながら、これをどうやったら特撮で日本で取れるかと。それもなんか、うん、5億から10億ぐらいの予算で取れる方法みたいなものが書いてるんだけどさ、めちゃくちゃ冷めるの。さっき言った竹林がうわーっと分かれて中に何かがいるって見えない。これを取るのはもう、まあどう考えてもそれはもうヘリコプターを呼んできてホバリングさせるしかないと。しかしヘリコプターのホバリングっていうのはこれぐらい金がかかると。で、竹林がこう、しなるぐらいの風っていうのは、もう ホバリングをかなり低く下ろさなきゃいけないんだけども、こうなってくると天気が良くちゃいなきゃいけない。ホバリングさせなきゃいけない。竹林がなんかこう、こういうふうな状況でなきゃいけないとか、いろんな事情があってっていうのを、イグのショ君が解説と言いながらそこを延々書いてるからさ、読んでる間は面白いんだけどもね、もうどんぐらいの バジェットの映画でどんな絵になるのかっていうのがで、ね、も見えちゃうんだよね。あ、ああなんか日本沈没とかあの辺の、なんだろう、絵は派手に見えるんだけど、わ見通しが良くないっていうのかな。樋口真人映画って風景が美しくないんだよ。それはなんでかっていうと、いろんなものに気を使いすぎて、俳優さんに気を使って、で、なんかロケ地に気を使って、で、 なんかかっこいい絵面に気を遣っちゃうもんだから一番基礎の基礎のなんだろうね映画で風景が出てきてだからスタンリー・キューブにクくの映画なんて風景とんでもなく綺麗だしあとあのさっきの「スパイダーマンも」もただ単にニューヨークのステットンフェリーっていうなんだろうあのニュージャージー州に行くフェリーに乗ってるだけのシーンがめっちゃかっこいいんだけどさ。 樋口真二映画って絶対それないんだよね風景が綺麗っていうとかないんだけどうーんなんかこんな感じに撮れるのかわかるなって思いながらもうねなんか2回絶望したよ NHK のドラマはダメだじゃあ樋口真二が撮ったらやっぱりダメだって勝手に2回絶望しながら読んでしまいましたすごい面白くてねこの間文庫になったところだからぜひ読んでみてください「ハリウッドに売り込めば」ああ、そうだねネットフリックスがやった方がましかもわかんないね <laughs> もう一つのね「あのーえー、シン・ゴジラ」ネタなんだけども、えーとね「クレヨンしんちゃんの」あの温泉爆発温泉ワクワク大決戦っていうのがあって、1999年のもう本当に18年前のアニメなんだけどもこれ、あのーえー、実は去年の「シン・ゴジラ」の公開の時から、まあ「クレヨンしんちゃんマニア」の間ではこれ絶対「シン・ゴジラ」の元ネタだよっていうふうに言われて「いや確かにそうなんだよで」でちょっとね あの分かりやすいところをキャプチャーしてみたんだけども「えー、クレヨンしんちゃん温泉ワクワク大決戦」っていうのはえー、とね あるじゃん。あれとそっくりのロゴのゆ「ゆざめ」っていう悪の意味組織があってゆ,ゆざめの,あの目的は日本人誰で風呂が全員嫌いだからで風呂が全員嫌いなんだけども、ね、風呂を憎むあまり、えー、お前らはみんな風呂で滅んでしまえと地球のマントル層にまで到達するドリルで穴を開けてマントルを吹き出して地球中の 海水をお湯にしてやると。そしたら南,南極の氷が全部溶けて地球は巨大な温泉になり人類は滅びるという計画を立てて <laughs> そのために巨大ロボットを出すんだけどさまあねすごいあのこれね湯ざめのねあの大型ロボットが歩いてくるシーンなんだけどもめちゃくちゃかっこいいのわかるこれ、えー、っとちょっと丘みたいなところがあってそこにもう避難してる人たちが呆然と見てる中を。 巨大ロボットがゆっくりと歩くんだけどさこの下に水田があるんだよねでこの水田にこのロボットが映り込みながらゆっくりゆっくり歩くんだよ、あのー、原監督のねこの巨大なものの動かし方っていうのはめちゃくちゃうまいしおまけに、あのー、なんだろうな多分ここぞというタイミングでね湯浅さんが、あのー、スタッフ見たら限画やってるからここら辺のかっこいいとこ絶対湯浅さんだよなっていうのでこの何かあの。 水田の向こうをゆっくり歩いていくシーンは全然被害が起きてないんだけど逆に怖いんだよね。で街中を歩くシーンではあの家とか自動車を足の先でしゃくり,投げながらしゃくり上げながらだよね。シン・ゴジラの完全に歩き方と同じなんだよ。地面の上にあるものをつま先がビヨンって持ち上げながら歩いてるっていシン・ゴジラと同じ歩き方をしててうわーかっこいいと思って。 あの交通ストップが起こってもういきなり電車が止まるんだけどもこの画面のリアリティってもうクレヨンしんちゃんじゃゃないんだよすごいかっこいいんんんんだだよ。よすごね。クレヨンしんちゃんの中の戦闘シーンっていうのがどん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 面白くなってきてでついに自衛隊が防衛出動するんだよ。で自衛衛隊が防衛出動するときに、 あのちゃんと「シン・ゴジラ」と同じような、えー、怪獣大戦争の音楽までわざわざかけてやってで陸上自衛隊の戦車部隊がガーッてやってよしロボット退治だって行くんだけどもその戦車部隊の上をジェット機がぶわーっと追い抜いていくので「お航空自衛隊か俺たちの戦う分残しときよ」って言ってて戦闘が始まったらこの戦車隊が行っている はるか山の向こうで戦闘が始まる。山の向こうで爆発爆炎が上がって戦争しているのをこれ戦災兵が見てるシーンなんだけどさなんかよくここまで日本的な風景で山の向こうの戦闘というのを描いたなこれってあのいわゆるスピルバーグがあの宇宙戦争で描いた絵だよね宇宙戦争で山の向こうで戦争してるから余計に光とか爆音しかしないから怖いっていうのを1999年の段階 いわゆる、あのーなんだっけ、猛烈大人帝国より2年前の段階でこういう映像を、ね、なんかちゃんと作ってるというのがるんですよ。でいざ戦車が配置に着いたら戦車が新、ね、地旋回っていうんだけども左右のキャタピラを逆方向に回転させてくるっとその場で回転するんだけどさこれ この戦車方針だけは目標を向いててこの戦車の下側だけがギューンって回転して自分が砲撃できる位置につくんだけどさそれは見たよシン・ゴジラで一番かっこよかったとこじゃねえかって思ってもうねでここ誰やってんだと思ったらガルパンの監督の水島さんが原画に入ってるからここはガルパン監督だ <laughs> もう本当にすごいいこれをなんかね「クレヨンしんちゃん」の中で大して威張らずに見せ場の一つとしてちゃんとやりながらちゃんとギャグシーンも入れてるところが本当に苦しンの恐ろしいところであのー。 もう本当にあの富野さんが新作アニメ作る時に「あのライバルなんですか目標なんですか?」って言っ昔は宮崎駿とかって言ってたんだけども2000年代にな,りだなってから富野さんはいやもう「クレヨンしんちゃん」に我々は勝たねばならないっていう <laughs> 遠い目標ですがいつかは「クレヨンしんちゃん」いていて <laughs> 昔はあんたは未来少年来なって言ってたのにもう嬉しいなんだなと思ってまあまあこういうやつで。で でですね、もうこれも絵を見たらわかるギャグシーンなんだけども、えー、ニュースシーンだよね。えー なんか避,難避難命令が出てるところがガーッと都市の名前出てくるんだけどさこれがもう本当に延々続くんだよこれが何画面も延々延々続いて当社ヘリより生中継っていうこの戦闘シーンはたあの水田の上で巨大ロボットが立ってるんだけどそれを攻撃ヘリのアパチカなんかで、えー、波状攻撃何回も何回も波状攻撃撃ってくるからこの爆炎が止まないんだよね。この爆ががガーッと広がって。 なんかね、少し閉じたかと思ったらまた次のミサイル攻撃が始まってずーっとこれが続いてるというで,でありながらこの爆炎の場所だけが移動してるからロボットが倒れてないのがわかるなんかねめちゃくちゃかなん,かなんかねばっかり <laughs> 本当にねかっこよかったあの俺もあの99年の、えー、しんちゃんはもちろん。 あのなんか焼肉ロードまではずっと見てたから焼肉ロードでねそろそろちょっとやめようかなと思って一回お休みしたんだけども、えー、もちろん見てたんだけどもねここまですごいっていうのはあそういえば「シン・ゴジラ」1周年かと思って見るまで完全に忘れてたんですけどもあの本当にえアマゾンで今ね、えー「クレヨンしんちゃん」の劇場版って全部ね見れるのでですね、えー、よろしければ「クレヨンしんちゃん」ですね。えー爆発温泉 ワクワク大決戦ですかあの「温泉の姓」っていうのかな神様の役で丹波哲郎が出ててさ声優で丹波哲郎が丹波哲郎の演技しかしなくて丹波哲郎の名セリフを全部言うんだよ。例えば丹波哲郎の名セリフって。 撮影に遅れてくるんだって、丹波哲郎。で、散々3時間ぐらい遅れて丹波哲郎が来た時は、みんな謝るだろうと思ったら、はいはいはい、わしが来たからもう大丈夫って言ったそうなんだけども、そのセリフもちゃんと入ってて、もう大丈夫入ってて、とにかくね、丹波哲郎ワールドが全開なんだけども、ちゃんとね、食われてなくてクレヨンしんちゃんになってるっていう、なかなか、なかなかかっこいい映画だから、ぜひ見てください。じゃあですね、えー、表放送二つ目ですね。 捨てられない T シャツコーナーナ行こうかなえっ、ー、とね今日のね捨てられない T シャツはもう本んに何ぼでもあるよこれだねよいしょ「アミティ・アイランドニューイングランド USA」とえー、アミティ・アイランドっていうのはもうあのユニバーサル・スタジオ・ジャパンがあるからわかるよねえジョーズ映画『ジョーズ』ーズに出てきたあの襲われたあの島だよねアミティという島えー、アメリカの、えー と大西洋側にある島アミティという避暑地、いわゆる夏になったらみんな行くような島でですね、サメに襲われると、でその街がパニックになるというのがジョーズなんだけども、そこのなんだろうな町に行った時の見上げ物屋で売ってるという手で作られた T シャツです。今日はこれです。ジョーズね、あのー、俺あのすごい本当に好きな映画なんだけども公開されたのは1975年。 アメリカで公開されたのは1975年で、まあ、日本は次の76年あたりだったと思う。であの原作の小説は1974年に出版されてるんだ「ピーター・ベンチリー」って言ってあんまりあのジョーズ以外に俺作品は聞いたことがないな。でジョーズも本人は何かホラー小説というかモンスター小説とし,して書いてなくてどちらかっていうと都会に住んでいたその警察官が。 中年のの危機っていいううかなミドルエイイジクライシスっていうやつだね。それで、えー、田舎町に来て田舎町でなんか家族との絆が強くなるはずだったのに奥さんが不倫したりしてっていういろんな不安があってその不安の象徴の一つとしてサメが出てくるっていうね結構そんな映画なんだ。でスピルバーグはこれはあのもらった時からこれ俺が映画化するわって言ってたんだけどもピーター・ベンジリーと。 原作者とたちまち喧嘩しててで映画が公開した後もピーター・ベンチーリーとしてはあのブロディー所長いわゆる主人公以外全員死ぬ話にしたのになんか海洋学者生きてるし全然俺が考えた映画と違って俺が全然考えたことがないなんかあのアメリカの軍艦のインディアナポリス号沈没事件とか変なエピソード入れやがってって言ったらそしたらもうスピルバーグが「てめえのつまんねえ小説を俺が面白くしてやったんじゃねえか」っていうふうにもう大喧嘩になっちゃったんだって。で あのでもピーター・ベンチーの原作俺ね読んだことあるんだけども面白くてあの一番最初に「ジョーズ」っていうのはあの女子大生みたいな女の子が、えー、夜の海で泳いでたら下からサメが襲ってくるとし、でその一番最初のサメに襲わるシーンがかなり映画の中でもショックって書かれてるんだけども原作ではねなんかもう襲われた女の子が足を引っ張られた感じがして足引っ張られてで足元が熱い。 で、触ったた。ら足ががないいいうのに気がついた実はその女の子太ももから向こうが食べられてしまっててそこから血を噴き出しているからもう本当にあの海の中が熱くてお風呂に入ってるみたいになるんででもそれが分からなくて足元を触ったら何にもなくてえっと思ったら次はサメに腰の辺りをくわえられてそれで振り回されるとでも気が遠くなって何が起こってるのかわからないと。 胃の辺りまでがサメの顎に挟まれていてそのサメの顎がゆっくりとしまっていくのを見えてでも血がどんどん抜けていって気を失いながら寒くなりながらそれを見てるっていうファーストシーンから始まるんだけどさもうそこはねスピルバーグもこれはもうこのまんま撮るしかないと思ってスピルバーグそのまま撮ってんだけども <laughs> なんかファーストシーンからしてそれなんだよであでさっき話したピーター・ベンチリーが激怒した、えー、インディアナポリス号事件っていうのは。 えー、広島と長崎に落とす水爆の、まあえー、材料ウランとプルトニウムだよねそれを運んでたのがインディアナポリス号っていうアメリカの駆逐艦だったかな護衛艦なんだよでそ,こそれに人いっぱい乗ってたんだけどもそれが異号潜水艦に沈められちゃったんだよねで異号潜水艦に沈められての、えー、とに、ね、助かった人が本当にねなんだろうな乗ってた人のほとんどが海に沈んだかサメに食われちゃったんだよでそれを 映画の中でクイント船長という船長が昔俺はインディアンポリス号に乗ってた海の怖い話っていうのをみんなお互いする時に自分がゆっくり始めたのがインディアンポリス号の話でで、えー、日本軍の潜水艦の魚雷を受けてですあの船に乗ったやつは全員掘り出された800人が掘り出されてでみんな で、えー、だん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 寒くなってきて板につかまれなくなってきてどん,どんどん沈み出したそしたらその沈んだりみんな怪我してるからその血を嗅いでサメが集まってきたでサメが周りに集まってきて元気があるやつは足をバシャ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 やってサメとかを置いていたんだけどもそれ次第に次第に一日経つうちにみんな元気がなくなって自分から沈んでいったりサメに食われたりしたと。 またた引き返したりしりて,て、どん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 人が沈んでいくっていう何かものすごいエピソードを海の中でゆっくりゆっくり語るシーンがあるそれをそのクイーンと船長ってすごい頼りになる海の男丸出しのやつがゆっくり話しながら行ってでみんなさっきまでね3人がお互いにこれまで一番つらかったことっていうのを話してたんで。でも あの「ここのところ俺あのサメに食われたことある」ずっと、「俺ここ盛り出さされたもんね」っていうふうになんかこうみんな男らしさぶってさ話してるから半笑いで怖い話するっていう設定なんだよでクインド船長も半笑いでその話始めちゃって聞いてる側も半笑いで聞いてるからその表情をやめれないままその話がずーっと進んでってさ多分あの映画の中でサメ襲うシーン以外で一番怖いのその戦艦インディアナポリス号沈没事件なんだよ。 なんかね、あのでこれがスピルバーグが追加したエピソードなんだけどもあまりにこれがすごくてで当時アメリカ人でもこのインディアナポリス号事件って知らない人が多かったんだよねで。映画公開した時に中学生だった男の子がこれを見てあまりに感動してで実際にインディアナポリス号事件ってどんなんだったんだって調べたらなんか結局その船長さんは日本軍の魚雷攻撃を許し,許してしまったということで,、えー、戦時裁判で軍事裁判で有罪になったんだって。でも 裁判の記録を見たら明らかにこの艦長にミスはないじゃないかって言ってあのなんだジョーズ」の映画化されたのがきっかけで戦争が終わって30年か40年経ってからもう一回裁判が始まってでビル・クリントンがついに無罪っていう署名してもう死んだりるんだけど無罪になって今インディアナポリス号記念館っていうのが建てられてるんだけどもんかそういうふうになってるという話があの。 まままあまあ、まあ、ジョーズに関しては俺がなんかウィキペディアで調べた話なんだけどねウィキいいよねでブルースってえー、っとねいうのがジョーズって映画の中にできたサメの名前ねサメのミニチュアの名前えー、っとジョーズって本当に CG とか以前の作品だから海の中にいるサメも全部 機械仕掛けのロボットみたいそれが何だかスピルバーグの、まあ、トラウマになってんだけどもちゃんと動いてたはずなのに水の中に沈めたらなんかね、あのー、出来がいいサメだったから水吸っっっちゃて、て重くなって動かないとでもう何回やってもそれが動かなくて本当にスピルバーグ人生嫌になってもう二度とそんなことはするかというふうに思ってた。とにかく あの人生で忘れてはいけないことがあるとしたら機械仕掛けのロボットは水,が水を吸ったら重くなるということだということをスピルバーグがすごい肝に銘じてたんだけども、えー、後にジュラシック・パークを作る時に巨大なティラノサウルスのロボットを作って巨大なティラノサウルスのロボット動くんだけども夜のシーンでこれ動くんだけどもちょっとこれリアリティがない雨を降らせようとスタッフが言って雨ざんざん降りやったらかっこいいじゃんって言ったらまた急に重くなって動かなくなって。 スピルバーグしまった <laughs> あの時と全く同じ失敗やってしまったっていう <laughs> なかなかで、ね、でもあのスピルバーグはなんかロケした島あのいわゆる ジョーズのアミティ島のロケした島で、あの、もう二度と来るかっていうふうに言った。アイシャルリターンっていう、私は帰ってくるっていうふうにマッカーサー・元帥言ったんだけども、それの逆で、アイシャルネバーリターン、もうこの島になんか来るものかって言って、ロケを終わって、3倍ぐらい予算がかかったのかなもともと300万ドルぐらいの映画だったのが1000万ドルぐらいかかって、スピルバーグの 人生、フィルモグラフィー、いわゆる今までの映画作品の中で、唯一予算オーバーして、唯一、なんだろうな、スケジュールオーバーして、唯一保険会社に山ほど怒られた。で、その時にスピルバーグを守ってくれたのが、ブルースという名前の太っちょの弁護士だったんだけれども、なのでそのブルースっていう名前に、あの、ジョーズのロボットをつけたんだって、で、本物のブルースぐらいこいつが役に立ってくれればよかったんだけど、というふうに語ったというのが、スピルバーグの豪華本に書いてあったんだけどさ。 <laughs> いやでえー、ごめんねで、えー、僕がこのジョーズ見たのがね1900日本で公開されたのがまあ875年のなんか年末ぐらいだと思うんだけども、えー、高校2年の時だったんだよねで梅田の OS 劇場という映画館で見て、まあ、その当時うちは家族揃って映画に行くっていうのが当たり前で父親と母親と僕と姉ちゃんと。 僕の2歳上の姉、ね、ちゃんと4人で映画見てで映画見たら必ずねサントラ版買ってくれたんだよ親がでサントラ版ってまあ,あの映画の音楽集だねで買ってくれたのでなんかね別に映画音楽好きじゃなかったんだけども映画に行ったらその映画館にある OS レコードで当たり前だけど映画館についてるレコードィだから絶対その映画のサントラ版売ってるんだよで毎回それを買って帰るっていうのが習慣になってて。 でそれまでなんかあの恐竜100万年とかあと大巨獣ガッパとかそういうのを見てた時にガッパにはサントラ版なかったんだけど必ずそのなんかレコード買ってもらったんだけどもさジョーズのレコードだけは本当にサントラ版だけは家に帰ってすぐに聴いたね怖いから。でジョーズのサントラ版は1,800円だったんだけども梅田 OS 劇場のもう本当にあの大阪の映画館であの時代知ってる人は知ってるんだけども前に前に。前に 露天が出ててであのー、なんかビニールシートみたいに広げてバチモノテープってってたのね偽物テープであのー、1800円のレコードが買えない人はそこの前で売ってる300円とか250円ぐらいのカセットテープ買うんで,でカセットテープには一応ラベルにはそれっぽいロゴで「スーパーマン」とかさ「スター・ウォーズ」とかさ「ジョーズ」って書いてるわけだよ。で俺はなんかその 僕はレコード買ったんだけど僕の姉ちゃんは自分のお小遣い250円出してそのジョーズのカセット聴いたんだよ。としたらその日の夜何か姉の部屋からものすごい笑い声が聞こえてきて何かだと思って行ったらあのジョーズのテープの中に女性コーラスで「さメ。め」。 サメ,サメ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 メサメメっていうのが入っててうわーと思ってたらそ何かねあとはねその他に何入ってたっけななんかサウンド・オブ・ミュージックとかでそういうやつを。 口だけでやってるやつが、6曲ぐらい入ってて、すっごい、もうあれね、本当に欲しくて姉ちゃんに、頼むからそれくれ、それくれ、それくれって言ったんだけど、姉ちゃんはね、なんかあの、自分が結婚するときに嫁入り道具に持っていてしまって、で、10年ぐらい前に聞いたときに、あの、会ったときに聞いたらね、もうないって、あんなもんあるかって言われたから、俺だったら絶対大切にもう iPod に落として、 <laughs> 悔しかったというですね話であ,りますあのですごいね「ジョーズ」怖かったんで怖かったっていうのはねあ,のあんまりね怖くて本当に俺こ,こうやって見てたんだよねマジで。もともと魚とか苦手でさ怖いからさ見れないところ海の中の映画で「ジョーズ」で怖いからもう本当にこうやって見てたので。 上見てすごい面白いと思ったかといっても実は画面はね半分ぐらいしか見てないんだよ。で高三になって翌年高三になってんかねあの彼女って言わないのは俺それその子と付き合ってるかどうかいまだに分かんないんだよ。<laughs> なんでガールフレンドかっていうとその子と一緒にやったのは高校がその子家の近所あの高校からその子の家っていうのが歩いて10分ぐらいなんだけども。 えー、2日に1回ぐらい一緒に歩いて帰るしかしてないから <laughs> あれは付き合ってないんじゃないかなって思うんだけどとにかくその子と1回だけ映画行ったので、えー、1回だけ映画行った時に僕「ジョーズ怖かったからじゃあもう一緒に見よう」って言って絶対これはもうウケるぞと思ってでなんか一緒に見に行ったのやっぱ OS 劇場まだあのリバイバルでやってたからだたで一緒に見に行ったらもうその子がさ全然反応しないんだよね あのー、なんだろうな俺はとにかくまあまあなん,かなんとなく心づもりとしては「上手見せて怖いあはははは怖いか」って俺も2回目だから <laughs> でも俺は1回目と全く同じく怖いだけでその子はなんか何の反応もせずに最後まで見て「怖い?」とかこう聞かれて <laughs> すっごいショックだったんだよね。であのなん、まあ、話ちょっと横に流れなんで怖かったのかっていうと。 えーとね、最初に、ね、サメに襲われたのはあの女子大生の女の子が泳いでるときに食われるんだよ。で2人目が海岸で遊んでる男の子がやっぱ食われるときにその子の足がなんだろうなビーチボートみたいなところから出て足がパシャ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 してるのがどん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 水中からアップになっていって次の瞬間水面にガーッて赤い血が噴き出して襲われたのがわかると。ころで、で漁師が… 肉の塊にあのすごいでっかい釣り針みたいなのを刺して海の中にドーンと投げ入れるとで見てるとその肉が食われてザーッとなんか浮き代わりにしてるゴムタイヤが動いてで漁師2人が「やったやった!」と思って上げようとしてるんだけどすごい引っ張られて船着き場みたいなのが壊れだすとで慌てて2人が逃げて1人が海に落ちちゃうそしたら向こうの方からタイヤがザーッと逃げようとしてるのが手前に来て。 どどんどん,どんタイヤがこちらへ来るのが分かるとでもう一人が助けをつるんだけどもう一人が焦って上がれなくて船着き場壊れた船着き場で上がろう上がろうとしてて間に合うか間に合うかっていうところでもうタイヤがもうここまで来ててさで最後にようやとガーッと上がる時にでその次に映画の真ん中に襲われるのがブロディー所長っていうその所長さん主人公の息子次男のまだちっちゃいね なんか4歳か5歳ぐらいの子供なんだよ。歳歳か5歳ぐらいの子供なんだけどもちょっと安全なところで船に乗っててまあ,あの、おもちゃみたいなボートに乗っててで近くにそのジョーズが来てでその近くにいたあの監視員とかもね食べられてしまってでもう本当に海が血まみれで大惨事になってでうわー!」って所長が行って俺の息子無事か無事か無事かて思ったら向こうから。 あの砂浜で人がいっぱいいてよく見,見通しが悪いところに自分の息子がやっと助けられて引き上げられてるもうグターっとなって倒れてて水面の上をずっと引きずられてるのをカメラが頭の上から引きずられてる子供を舐めるように撮ってゆっくり腰まで撮って足まで行った瞬間に足がついてるのがわかるんだよすっごい怖いでやっぱりね冒頭二つ人足を食われるというシーンを出した後で 誰かが襲われた時に無事かどうかっていうので足をゆっくり見せるっていうのはスピルバーグのの、ね、悪意のある演出ななんだよね。なんでこれが怖いのかっていうと見てるこちら側は怖いんだけど足が食われてるんじゃないかとかどっかで足が食われていることをうん期待して同時になんだろう恐れてるからこそこのシーンが怖く見えると。っ、映画ってここんんなことと。できるんだとな 普通の撮り方じゃなくてただ単に主人公が焦ってる顔次に青白い子供の顔青白い子供が引きずられてるってそれを頭から足元に撫でていってちゃんと足先までカメラが行くことで監督が見せたい意図がわかり観客は自分の中の残虐性とか何だろうそれに対して期待している己っていうのが分かってゾッとするって それでもからもう俺「j o はマイフェイバリット映画ナンバーワンになってて必要もないのに「ジョーズ4まで見ちゃって「<laughs> ジョーズ4くだらないよ本当にあまりにくだらないからアマゾンで今「ジョーズ1と「ジョーズ4だけ「JOAS4 <laughs>」だけ載ってるんだけどもさ本当にね「回2」と「3」と「4」って、ね、追うごとにくだらなくなっていくんだけどもでで えー、これはね買ったのね10年ぐらい前だよ、ね、10年ぐらい前でもう通販で見つけたんだであのー、ジョーズって一番有名なのはあのー、ビーチに女の子が寝そべっていてで、えー、向こうにサメの。 なんかヒレが見えていてっていうやつで「こ寝そべってる女の子」っていうのがポイントなんだよね。でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアミティ島の看板もやっぱり寝そべってる女の子はそのままあるんだけどもこれアミティ島の T シャツでありながらその一番有名な構図を使わずに70年代風の太陽が沈んでいてこの横にんだろうなかかってる雲っていうのを線で表現するっていういわゆる70年代のサーフカルチャーっていうのかな。 あのサーフィン文化っていうのを前提としていてで「アミティアイランド」って入れてるだけのですね全くその上手人気にあやかろうという気がないこのデザインのですね素晴らしさに惚れてしまって、えー、買ってしまいましたその当時僕は着れましたがもう着れませんのでですね、えー、僕の「捨てれない T シャツ」というふうになっております、えー、いやいやいや長い話すいませんでしたアンケートを出してください。 はいえー、前半ねもう本当にこの話2つだけで終わっちゃったらね「えー、シン・ゴジラ」元ネタの話と「捨てられない T シャツ」次回から「捨てられない T シャツ」の話でもうちょっと縮めるな本当に、えー、裏こっから裏放送なんだけど裏でやるのはねあの「ガンダムオリジン5」の予告編で科学の勉強をしましょうっていうのとあと、えー、英語でオタクですね、えー、今回「メアリと魔女の花」をですね ちょっとここはあんまよくな,なかったよなっていうのをですねえー、長めの英語のスピーチでやってみようと思いますはい結果出してくださいはいおありがとうございますというん、まあまあよかった含めて86%超えて85%超えてもう今日一夜より全然上だよね <laughs> 70万人いる YouTuber4 名を超って何が1 5 0キロの俺がハンバーガー食ってみたという 見てる俺が情けないよな、えー、皆さんもですねこれからですねジョーズのことを思い出すために「サーメンサーメっていうのを思い出してください女性コーラスっ2回目にそのなんだろうなガールフレンド映画館に行った時は「 そのテープどころか、その露天全部なくなっていてですね、<laughs> あのオーエス劇場のレコード屋さんがちょっと拡張されてですね、あのそこから先そういうてな怪しいテープが欲しくなったら、あの天王寺の立教の上に行かなければいけなくなりました。で天王寺の立教の上で俺はあれいくつだけど二十歳二十一ぐらいの時かな。またあのスーパーマンのバチモンのテープ買うんですけども、それはまたスーパーマンの T シャツがあれば話しようと思います <laughs>、えー。それでは、表放送から裏へ切り替えてください。天王寺の立教はいいとこですよ。岡田斗敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田斗敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。 え毎週日曜夜8時からニ、ね、ニコニコ生放送、岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF ハリウッド映画や経済問題などまああの政治とスポーツ以外はですね大体取り扱ってます、えー、番組は毎回無料のです、ね、表放送45分と有料のです、ね、裏放送がその後でさらに45分合計90分あります。 岡田年夫ブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏両放送がすべて見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メルマガも配信しております。えー、参加お待ちしております。